ちゃんぽん食べたかは、佐田正サの小説。佐田の自伝的小説で、2014年から長崎新聞や大分合同新聞などで連載され、2015年5月30日に NHK 出版から単行本が刊行された。タイトルの食べたかは、食べたかという疑問型ではなく、長崎の方言で食べたいという意味である。2015年に、 NHK 総合でテレビドラマ化された。ちゃんぽん食べたかのタイトルで2015年5月30日から8月1日まで毎週土曜日22時22時44分に NHK 総合の土曜ドラマで放送された。全球回。主演は須田正樹。2013年に NHKBS プレミアムで放送されたドラマプレミアムドラマカステーラの続編にあたり、 正サの父と母を演じた遠藤健一と西田直美が引き続き出演した。また、主人公、正サの妄想に登場する中学時代の正サ役として、カステーラで小学校時代の正サを演じた大谷海人が出演。正サの祖母を演じた佐々木澄江も写真のみであるが出演した。最終回では回想でカステーラのシーンが一部挿入された。 ちゃんぽん食べたかに関するカテゴリー、ありがとうございます。